第4レース、これよりスタートとなります。さあ、それではこれより予選第4レーススタートとなります。ゼッケンコールしましたら順次スタートお願いいたします。それではいきます。1番スタート、2番、3番、4番、5番、6番、7番、8番、9番。さあ、前泉選手の激しいコール。さあ、先ほどあの河野選手、後ろから速いマシンが来た時にスルッとこう抜かせていく非常にいい見本がありましたので、あのようにですね、抜かれる際にはスムーズに抜かれていただきたいと思います。後ろから速いペースのマシンが来たらよろしくお願いします。ガードすることないようにお気をつけください。あの河野さん、そんなにいい見本を見せなくてもいいんで、そろそろ普通に走ってもいいですよ。さあ、前泉選手からのカツが入ったところで、これから、河野選手徐々にスピードアップをしていくんでしょうか。さあ、現在3周目をクリアして4周目に入っているのはゼッケン4番の有江選手、2番の湯村選手、1番の河野選手、5番の花岡選手という形で順次4周目に突入。さあ、時間の方が1分10秒になろうというところ、お呼び出しお願いいたします。それでは予選第5レースを呼び出しいたします。ゼッケン51、杉村選手、52、大谷選手、53、山本選手、54、横山選手、55、田中選手、56、俊雄選手、57、鈴木選手、58、岡選手、59、大山選手、50、山根選手、お越しください。また第6レースの方、バッテリーチェックにお越しください。さあ、現在ゼッケン4番の有江選手が現在トップを走行、コントロールラインを通過するホワイトとオレンジのカラーリングのマシン。さあ、2番手はゼッケン2番の米村選手がそれを追いかける展開で、ただ秒数は 5.4 秒差、タイムが差がついてしまっているか。米村選手はホワイト、ブルー、それからフロントがオレンジ色のシルビア。さあ、現在バックストレートからクリアして間もなくコントロールラインに入ってくる。さあ、現在時間の方が2分になろうというところか。さあ、現在順位は4番、2番、1番という順か。ゼッケン1番の河野選手が3番手に上がってきている。さあ、河野選手は現在バックストレートを通過中。その前はゼッケン2番の米村選手が走行、ホワイト、ブルー、それからオレンジのカラリのマシンですね。さあ、現在順位は4番、2番、1番、以下8番、6番、3番、5番、7番、9番という順。さあ、時間のが2分30秒が経過しようというところか。さあ、現在トップは港模型代表ゼッケン4番の有江選手、ホワイト、オレンジのカラリがコントロールラインを通過して、これで10周目に突入。さあ、2番手ゼッケン2番の米村選手も10周目に突入、ゼッケン1番河野選手も10周目に突入、それがトップ3、以下6番、8番という順で続いていく。さあ、時間が2分50秒が経過。おっと、ゼッケン4番の有江選手が詰まってしまったか。これは痛い。さあ、現在間もなく3分になろうという話が出てくるか。さあ、これで順位が変わって、ゼッケン2番の米村選手がトップになってきた。さあ、時間2番の米村選手、ゼッケン1番の河野選手も3分をクリアしてゴール。さあ、ゼッケン6番の加藤選手もゴール。さあ、ゼッケン3番の山田選手、ゼッケン5番の花岡選手もゴール、ゼッケン8番の溝口選手もゴール。さあ、残る台数はあと3台、4番と7番で9番がゴールすれば電車ゴールになるが、ゼッケン7番、9番ゴール。さあ、ゼッケン4番の有江選手が痛い、大きく残念ながら有江選手リタイアか。これで電車ゴールインとなってくる。さあ、このレースではゼッケン2番の米村選手がトップゴールして10周3分03秒、2番手がゼッケン6番の加藤和重選手、3番手がゼッケン1番の河野選手となっております。